ホタルサイコはセリカミシマサイコ族、またはホタルサイコ族の多年層。茎は株状になり、上部は分子し、高さは50から150センチメートルになる。根室葉は長い葉平があり、葉芯は卵径から長大円型になり、円は全円になる。茎につく葉は五星し、無柄で木部が広がり茎を抱く。葉の表面は緑色で、 理面はやや白色を帯び、葉脈は平行脈状になる。下記は7から8月。形状が分子した先端に複酸系果樹をつける。花は小さく、黄色で五弁花。複酸系果樹の下にある双方辺や小果樹の下にある小双方辺は楕円型になり、小双方辺は小果樹より短い。果実は、 長さ3.5から4ミリメートルの長大型になる。本州、四国、九州に分布し、山野の,の日当たりの良い場所や林下に生育する。エゾホタルサイコビュープラームロンラダ,ダイートムターックス、バリエーション、サシャリネンス H ボイシエウ北海道、カラフト、ウスリーに分布する。全体にホタルサイコより大きい。双方編は、カジョより長い。小金サイコ B。 ロンラダイイトムターックス、バリエーション、四コ多年世をいい南千島、北海道、カラフトに分布する。全体にホタルサイコより小さい。小花柄が短い。大ホタルサイコ B、ロンラダイイトムターックス、バリエーション、ロンラダイイトム基本編集で、北海道、本州、九州、中国、朝鮮、モンゴル、東シベリアに分布する。双方編よび、小双方編は、 細く短い。AB オーバ明、ヒデアキ、植物分類表アボック社、2010年、第2冊。ISBN978 から4から90万358から61から4。AB ヨネクラ高等植物分類表北流館、2010年、重版。ISBN978 から4から 832608382E。ヨネクラ。 カジタによれば、日本産では、大ホタルサイコ、大白山サイコ、エゾホタルサイコ、小金サイコを含むエビヨネクラコウジ、カジタタダシ、ビュープラームロンダガイトムターックス、バリエーション、オレイショスキーターグ、BG プランツワミョウ学名インデックス。2012年8月14日閲覧。ヨネクラコウジ、カジタタダシ、ビュープラームロンダガイトムターックス。 バリエーション、ブラバエラダイートムオークト、ノンカイシュミット。BG プランツワミョウ学名インデックス。2012年8月13日閲覧。ヨネクラコ田ジ、カジタタダシ。ビュープラームロンラダイートムターックス。F オレイショスコソパル。BG プランツワミョウ学名インデックス。2012年8月14日閲覧。ありがとうございます。